小島元希は、茨城県出身のバスケットボール選手である。ポジションは、ポイントガード。身長181センチメートル、体重84キログラム。アルバルク東京所属。筑波修英高校卒業。東海大学卒業。筑波修英高校に所属。2009年には1年生でありながら出場メンバーに、名を連ねて、総部発となる。 ウィンターカップ出場を果たしている。2年生となった2010年にもウィンターカップ出場を果たし、3回戦では前年敗北した北陸高校と再び相まみえたが敗退している。高校卒業後に東海大学に進学した。特に4年生となった2015年は、チームだけではなく、自身にとっても大きく飛躍した年となっている。関東大学選手権で優勝を勝ち取り、 自身も優秀選手に選出されている。また、第19回日本男子学生選抜大会の関東選抜メンバーに選出され、関東賞を受賞している。第91回関東大学リーグでもチームを優勝まで導いている。第67回全日本大学バスケットボール選手権大会では、決勝戦で筑波大に敗れ準優勝。試合には負けたものの、両、 チームトップの23点を記録し、凄まじい追い上げを見せるチームを牽引し、近年稀に見る接戦を作り上げる原動力となった。2016年2月にアーリーエントリー制度により、京都ハンナリーズと契約し、プロバスケットボール選手として活動を始めた。2016年6月に同チームと契約延長することで合意し、2017年まで、 京都ハンナリーズに所属することが決まった。2017年6月にアルバルク東京と選手契約に合意し、正式に移籍することが決定した。移籍初年度である2017から2018シーズンにはチームはプレーオフに進出し、2018年5月26日に行われたファイナルにおいて千葉ジェッツ船橋を下し、チームだけではなく、自身も初となる。 B リーグ優勝の栄冠に輝いた。B リーグ初となる連覇をかけた2018から2019、シーズンもアルバルク東京に引き続き在籍し、プレーオフに進出、ファイナルでは前年と同じく、千葉ジェッツ船橋と優勝を争うこととなった。2019年5月11日に行われた、ファイナルで67から71でチームは勝利し、B リーグ初となる2連覇の栄光を勝ち取った。 またこのプレイオフでは、クォーターファイナルで中地区優勝チームである、新潟アルビレックスを、セミファイナルでは、西地区優勝チームである、琉球ゴールデンキングスを破っており、前日のファイナルも含めて3地区のレギュラーシーズン、優勝チームに勝利するという快挙も成し遂げている。2020年5月19日、契約延長に合意して2020から2021、 シーズンもアルバルク東京に所属することが決まった。大学時代、および2016から17シーズンより使用している。背番号は NBA のデリック・ローズ選手がシカゴ・ブルーズで着用していた番号に由来する。京都ハンナリーズにアーリー・エントリーで所属した2015から2016シーズンは岡田優選手が1番を着用していたため9番を 着用していたが、岡田が移籍したことで、背番号が空いたため変更している。AB、小島元木。アルバルク東京。2020年2月18日閲覧。ジョムウィンターカップ2009。日本バスケットボール協会公式サイト。wintercup.japanbasketball.jp、e。2020年2月18日閲覧。 試合日程、結果 JX、エネオスイウィンターカップ2010平成22年度第41回全国高等学校バスケットボールセンバー優勝大会財団法人日本バスケットボール、協会。www.japanbaseketbal.jp。2020年2月18日閲覧。インフォメーション、京都ハンナリーズオフィシャルウェブサイト BJ リーグ。 hannaryz.net 2020年2月18日へ閲覧小島元木選手契約基本合意のお知らせ京都ハンナリーズ2020年2月18日へ閲覧小島元木選手加入のお知らせアルバルク東京2020年2月18日へ閲覧 B リーグ2020から21シーズン選手契約継続のご報告 アルバルク東京2020年5月19日閲覧ありがとうございます。